おはようございます。釣りこー TV です。釣り具屋さんに行ったら、レイドジャパンの新しいワーム。フルスイングの4インチ。これがですね、ちょうど入荷日みたいだったようで、ー全部の色ね、あの、今回入荷のやつね、置いてあって、あ、これね、一つ買ってみたいなと思ってね、買ってみましたよ。そんでもって、こんな感じ。ねー。 裏のオレンジが鮮やかで、背中はこういう感じの濃いね。うーん、なんとも言えない。でもね、効きそうなカラー。ね。で、パッケージを見ると、デッドスローで魅惑のくねくねスイムを実現ということで、えー、40万のフックを推奨してるよ。なんていう風に書いてありますね。これは、あ、でね、 1,2,3,4,5,6,6匹入ってますね。これでね、850円だったんですけども、大きなサイズは確か5本入りだったと記憶しているので、ね、850円でね、で、これね、結構餌持ちのいい感じのワームなんで、それで1,2,3,4,5,6匹いたら、かなり使い出があるんではないでしょうか。じゃあね、早速どんな感じか。 開けていきたいと思います。でね、この便利なパッケージ、おかっぱりの時とか、これね、下の部分なんかこうやって切って持ち歩けば、ポケットにね、入れといたりすれば、なんていうのかな、テールの癖もつかずに、えい、ね、こんな感じで、 これでね、ジーパンの後ろポケットなんかにスッとね、入れたりできるんじゃないかなね。またボックスの中にも、結構ね、この、なんていうんですかね、ブリスターパックってかさばりますからね、おかっぱりのバッグとかって結構小さいこと多いじゃないですか。まあ、車の中にこの本体は置いておいて、で、その、車から降りておかっぱりとかでね、 ちょっと回る分だけはこういった小分けのねパッケージに入れてそのおかっぱりバッグに入れて持っていけば結構便利じゃないかなということだと思うんですけどもボートの場合はね結構荷物積めるからまあこんなね全部持っていけばいいと思うんですけどもうーんまあねいろんなねおかっぱりの限られた機動力荷物の中で 準備するんだったら、これはね、最高に便利なケースなんじゃないかなって。まあ、ケースだけでね、つらつらと喋っておりますが、早速ね、開けてみたいと思います。えー、あ、5インチ再入荷したのかななんて思ったあれ、あれ、なんか、なんか違うなと思ってね、よくよく見たらね、4インチだったんですよね。はい。こんな感じ。なんとも、毒々しい色ですが、 遠目に見てもね、視認性がいいように、あの、ピンクなんかも売ってたんで、ピンク買おうかなーってね、思ったんですけども、この色。ね。で、あの、動画でこれの使い方説明の動画なんか、レイドジャパンのやつで見たらですね、これちょうど投げているシーンで、ものすごいウォーボリングによってこう、なんか、 色の変化っていうのがねクネ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 してすごい分かりやすかったんですよねこれは釣れそうだっていうことでまあねこんな色を選んでみましたよ。でねこの4インチのボディサイズの割にポイントは結構厚手太め大きめのこのがっちりとしたねテール部分まあ、テールの形はこんな感じなんですが結構ね厚みがあって。 で,で付け根のところもねこうねちょっとね丈夫な印象なんですよね。で素材自体も結構ねうん固めっていうんですか、ねうん、おかっぱりでこうオーバーハングの下とかにスパパパパーンなんていってね打ち込むのを想定して結構多分張りのあるね。でこのテールがグイッグイッと。 動き出したらその振動をボディに伝えるように多分ちょっと固めの素材なんじゃないかな。対照的なのが先日購入したガンクラフトの馬力シャット。あれなんかはすごいね柔らかい印象なんですよね。で、テール部分もものすごくね、あの、寸前で細くなって、どちらかというとお尻だけが動きつつ、たまにボディもね、 うーん、ウォーボリングっていうか、ローリングに近いような印象だったんですけども、このフルスイングに関しては、まあね、あの、レイドジャパンの動画とかで見れるんですけども、もう結構ね、グネ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 。ね。あの、ローリングっていうよりも、ウォーボリングこう、このお尻の動きが伝達して前まで動いちゃうっていうね、グネグネアクション。 ね、ここにも書いてありますよね。デッドスローで魅惑のクネクネスイムを実現っていうことで、まさにな感じなんですが、で、推奨フックがね、説明されていましたが、これ40番って書いてありますが、あの、流儀のですね、インフィニ、それの40番、ね。 それが一番ぴったりだよ、なんていう風にね、ご紹介されていて。なので、まあもちろんね、インフィニも使うんですけども、この前ね、具合の良かった、例えば、ガマカツの新しいあの、セオライズとかね、あれでもいろんな40番とかね、細かいサイズ展開しているので、ちょっとそういうのに合わせてね、放り込んでみようかな、なんていう風に思いますが、まあ、これは、 ね、連れ頃のサイズ感じゃないですかね結構ねあの大きなサイズもね投げているんですけどもタイミングが変なタイミングでねばっかり投入していて実はまだ大きな方で1匹も釣ってなくてですねまだねあの全部持ってるんですけどもその前にちょっとねこの関東なんかには嬉しい4インチサイズですねこれが出てくれたんでまあ、こういう独特な、ね、リブが。 入っていて、で、フックセットしやすいように、お腹側と背中側にこう、目印になるね、スリットが入っている。ね。うん。本当だれないな、うん、ちょっとやっぱ硬めですね。これがね、いい振動を出してくれるっていうことみたいですね。で、重さのところも説明されてましたね。このフルスイング、通常だと、この手のサイズだと、 大体 10g とか 11g に収まることが多いみたいなんですけども、この4インチというサイズにしてみたら結構ね、重めなボディっていうことみたいですね。じゃあちょっとね、早速測ってみたいと思います。15.4って出てますね。うん。15.4。ね。このね、4インチサイズで、 ギュッと 15g 前後あるっていうことで、これなんかもやっぱりおかっぱりにね、特化した仕様っていう感じ。まあもちろんボートでもね、エン筒で警戒心を溶かして遠目のね、パスを狙うっていう使い方でもできるんで有効だと思うんですけども、おかっぱりのイ池とかで対岸にあるオーバーハングの下とかにスキッピングとかで入れ込むね。 こういいった時に嬉しい単体ながら 15g っていうことでねこれはねあどうしようかなまあねこの前ね馬力シャットなんかも具合良かったんでまだねこれからしばらくこういうのが、えー、効くんじゃないかななんていうふうに思いますんで早速ね釣り場に持っていって投げ込んでみようかななんていうふうに思います。でで、まあ、ギア比ののね低いもので ゆっっくくりと、ね、巻くっていうねこういう展開に持ち込みたいのであ比較的ねギア比の低いものでやろうかなとかあとはそうですねラバージグのねトレーラーにもこのグッ くってバタンバタンって押す水押しの強そうなボディがね効きそうなんでまあそういったジグストの釣りとかだったらギア比7のものとかね8のものとか使おうかななんて思うんですけどもえ大本命のノーシンカー使いではね先日もあの具合が良かったので、えー、軽かった等の、えー、ローギアなリール自分の場合は4.8対1とかねそういったので でラインの太さはあまあ16ポンド状況によっては14ポンドとかねそんな感じででね今のリールってねほんとね太い糸巻いてもトラブルないでヒェーンってね飛んでくれるってのがねよくね最近分かったんでまあちょっと太めの糸を入れてがっつりとね、えー、投げようかななんていうふうに計画しておりますまあね 詳しくはね、今回はね、ちょっと買ってきたばかりで、こう、開封動画っていう感じなんですけども、今もうね、ハイシーズンなんで、チャンスがあればね、早速、え釣り場に持って行って、そんでもってね、えー、実際のどんな感じの針が良かったよとかね、お伝えできればな、なんていう風に考えております。というわけでね、本日の釣り c t v はこちら、レイドジャパンのね、新作ワーム、えー、フルスイングの41、 これをね、一袋買うことができたよ、ね。こういった動画でした。はい。釣り甲 TV でした。